こいつは特に話せねえな。扉を見つけました。おはい。おお、新しいっす。うわ、なんだこいつ。はっ、えい。お相手は2名様。先制攻撃を発射しましょう。レベルアップ。ここは複雑そうなマップじゃな。あっちに宝箱でもないのか。ないか。特に宝っつっても消費アイテムしか手に入らんけ。無視してもええかな。わっ、お相手は2名様です。カップルでしょうか。楽に行こうって。人種でぐるっと皆様の力になりますよ。お姉様、そろそろ閉店ですね。あちらの方、キラキラしていませんか。うん、やっぱり消費アイテムだけだな、手に入るのは。あ、ここもなんか扉が設置があるんか。先制攻撃です。4名様ですか。かかってこいよ。落ち着いて。おお、一気に出した。ここから応援してます。物騒なお客様です。来た。お相手は2名様。先制攻撃を生かしましょう。ぐっと戦う姿が見えてきます。残り1名様です。そろそろ閉店ですね。こっちか。あったあった、スイッチが。これでも先手必勝です。お相手2名様、攻めてあっ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 やめきた。これでも作戦は大変です。青楽になったら。開いた。オープンザドアで先へ進もうか。アイテムがあるね。宝箱の予感です。4名様ですね。テーブル席どうぞ。イマジンモード発動できるみたいです。お客さんエイカです。お見送りいたしましょう。最後の皆様の声を特別サービスいたします。お客様を4名様ですね。テーブル席どうぞ。ラージエンジン、これが本気だ。ハッキー、ラッシュブッドメイ、ブッドメイ。残る2人様、ご体験いただきましょう。残る1名様です。よろしくお願いします。奥に進まれますか。結構今度のマップは長いぞ。扉があって進めれんな。お客様を発見です。どうされますか。 お相手は4名様です。先生でも気を引き締めて。やるだろ。はい、これでも。お客様の3名様撃破。絶好調ですね。お、スイッチ発見。お客様、ダメか。4名様のご帰宅です。ご注文はどうされます。それでは皆様、届いた差し込みと。まだ残りですよ。懸念の準備しましょう。メインプレイドレス。お客様の撃破です。これでお二人目ですね。一気に残る1名様です。そろそろ閉店ですね。オープンザドア。どこが開いたんだろう。あそこか。倒そう。お客様でしょうか。これでも先制攻撃です。4名様ですが、落ち着いて。やるだろ。ハッフッハッフッドメイ。お客様の3名様撃破。テーブル席どうぞ。あれ、ここは閉まっとる。こっちか。いや、ここも閉まっとるな。あ、一番端か。お客様でしょうか。先手
必勝です。お相手2名様、攻めです。遅いって、いいかい。ここから応援してますね。最後にお客様です。特別サービスいたします。宝箱の予感です。少し探してみましょう。アンクレット、あ、ほう、これ結構いいかもな。ピアス系は外しとくか。こいつは技、これは魔法攻撃、こいつは体力にしとくか。なかなか複雑なマップじゃな。ここにもスイッチがあるな。お客様発見。お相手は4名様です。戦争でも気を引き締めて。かかって、遅いって。やるぞ。最後のお客様です。特別サービスいたします。ラッシュ。宝箱ね。当たらなかったか。4名様ですね。テーブル席へどうぞ。楽に行こう。人種です。やっていくよ。4名様のゲージは戦う姿に進んできてるの。お宝箱が多いですが、頑張っていきましょうね。一人様ご来店いただきましょう。レベルアップです。スカーフ、悩むな。こいつスカーフにしとこうか。で、これはアンクレット。本当か。どこが正解なんだろう。一番端か。少しかしら。油断するんじゃねえぞ。この先に何があるんだ。そこにあるのは終わりと始まりだけだ。ヤマトさん、どうしちゃったのでしょうか。何を隠しているのかしら。本当にただの16歳の少年なの。世界を綴りし少年か。もしかしたら G?奥に進まれますか。ご案内いたしますね。どうしよっかな。
売却で、まあ、この辺カットで。はい、それじゃあ先進みましょうか。お、終わりっぽい。いたわ、もうそうしよう。まさかお前が待っているとはな。天地を喰らいし者よ。いや、カエルだろ。カエルさんですね。ここはお前がいていい場所じゃない。聖天へと帰るがいい。カエルだけにな。あ、ちょっと朝日、俺の仲間に手を出すんじゃねえよ。やばい、邪気が発動。懐かしいな、あの頃が。まさかこんな形で再会するなんて。あの日、あの時、あの場所でお前はチリジリになったはずだ。だがこうして出会ったのも神様がくれた運命のいたずらだ。まるで夢みたいだよ。こうして刃を交えることができるなんてな。寂しかったのか、苦しかったのか、だけどもう大丈夫だ。この俺が終わりをくれてやる。共に消えよう、黒き歴史を過去へと葬らせてもらう。朝日、しっかりしなさいって。ほら来るわよ。いいぜ、かかってこい。お前のことは誰よりも俺が知っているんだからな。クルッチ、さあ始めようぜ。俺が選択せしは終わりの始まりだ。来た。お相手は一名様です。やっつけちゃいましょう。おわ、宴会だくねえよ。うわ、沸騰される。うわ、外した。おお、強えな。終わりだ。16も大きくしてくれな。そっち、あ、なんか状態異常になった。危ない。うわ、クソ。うわ、強えな。よっしゃ、動くタイム。終わったか。ここから応援してますね。ガード意味ねえな。行くよ、やっ
なんか来る。みんな大丈夫か？つえな。もう回復してくれ、回復してくれ、誰か。ライフ感。ライフ感。ヤマト、ライフ感をヤマトに。よっしゃ。倒した。やればできるんだ。当然の結果ね。輝いてる。どんな技かしら。スピンゲイル。もっと頑張る。腕が鳴る。やったっち。まだです。強いな。しぶといわね。みんなまだ戦えるかしら。どうしてだ。どうしてなんだよ。ヤマト。世界を綴る石は俺のはずなのに、どうして。ヤマト、そういうことだったんだな。どういうことでしょうか。本気出せよヤマト。お前黒歴史を消し去りたいんだろ。え、それとも本当は消したくないのか。ちょっとどういうこと。男にはな、誰にだって黒歴史があるんだよ。おい、まさか。自分だけの武器に自分だけの必殺技。おい、どこが始まったな。自分だけの敵に自分だけの地図。やめろって。そして自分だけの物語。やめろって言ってるだろう。そんな世界を綴りし少年、それがお前なんだよな、ヤマト。ちょっと分かるように説明しなさいって。ヤマトがノートに書き綴った物語の設定がこの妄想の正体なんだ。そう、とびっきりの中二の妄想はヤマトの黒歴史ノートだったんだよ。忘れたい黒歴史が古の傷であり、ありし火の衝動の答えだったんだ。ヤマト、本当は真っ赤じゃな顔。そうだ。ヤマトさん。本当、バカみたいだよな。いい年して、こんな妄想が溢れてしまってさ。だから一人で、自分の妄想を壊そうとしてたってわけね。だって恥ずかしいだろ。こんな中に丸出しの妄想だぜ。恥ずかしくなんかねえよ。俺だって19歳だけどさ、ゲームもアニメも漫画だって大好きだ。お前も好きなんだろ、このベタベタな中二設定がさ。だから本気を出せない、壊すのをためらってるんだ。違う、俺は終わらせるんだ。もう隠さなくていいんだ、無理して壊さなくてもいいんだ。俺はお前を否定しない。だけどそれじゃ現実が。誰かの好きなことを否定する権利は誰にもないんだよ。だけど僕たちにはその権利があるから。え？え？急にアニメ。ヤマトさんの妄想が。どうして。自警団。どうしてお前がそこにいるんだよ。
水木。なあ、水木。やっほー。どうして、あなたたちが。我々は秋葉原の平和を守る自警団。そのため妄想を壊すのは当たり前だろう。妄想のあるところに我々ありと言っても過言ではないの。ないのだ。そして今日の任務はすでに終わった。我が自警団副団長の手に。副団長だと。さて我々は帰るとしよう。そして今日もお疲れ様会を開かなくてはな。はーい、私カレーが食べたいかな。良い思考だ。20ポイントやろう。水木君も異論はないな。水木、聞こえてますか。え、ごめん。うん、僕は何でもいいかな。決まりだな。それでは買い出しと行こうではないか。出発進行。待てよ。どうした。我が軍門に下る気にでもなったのか。なあ水木、なんでだよ。教えてくれよ。ないよ、君に話すことなんて何もないから。行っちゃった。なんでなんだよ。ヤマトが歌うキャラクターソング、ブレイキングコード、バーキングコードか。で、これはどういうことかしら。俺に聞かれても困る。妄想の侵食は綺麗に消えてますね。俺の記憶は綺麗に残っているぜ。朝日さん。でもほら、これで秋葉原の妄想は全部壊れたわよ。だけど見てください、リユの携帯です。0時13分か。そして日曜日のままみたいだな。そうみたいね。ねえ朝日、さっきの副団長ってもしかして。ああ、俺の幼馴染だ。そっか。とりあえず中二の妄想は壊れた。これで一件落着よ。あんま素直に喜べねえな。まあ俺の黒歴史は消えてくれたけどさ。ヤマトさん、ごめん。やっぱり俺あいつを探してくる。ちょっと朝日。イニシエの傷は消えた。いや、独白が始まった。そう、これでよかったんだ。恥ずかしがる必要なんてなかったんだ。だってあいつは言ってくれた。否定する権利なんて誰にもないって。だから俺は胸を張るよ。俺たちは世界を救ったんだ。俺たちは勇者だったんだ。これは俺たちの物語だったんだ。たとえ歴史の裏側に消えたとしてもさ、名もなき英雄だって胸張ってやるや。お、イマジンゲージが1段階成長しました。うん、美月を探しに行こう。ちょっと一回セーブして休憩しよう。はい、それじゃあ続きやっていきましょう。ビント発生。ここであいつはずっと待っていたんだよな。
この電話はお客様のご都合によりおつなぎできません。ブロックされとるな。なんでだよ。あら、どうしたのかしら。謎の女。そんな顔してたらせっかくのいい男が台無しよ。誰。愛名詞。私はこういうものよ。アケミ。そう、私はアケミ。どこからどう見ても素敵なレディよ。はあ。それで何か嫌なことでもあったのかしら。いや、別に。まあ言いたくないのなら構わないわ。ただ不思議とね、誰かに話すだけで心が晴れることもあるのよ。ほら、その名刺に書いてあるでしょ。スミレの絵で。そう、それが私のお店の名前。まあ会員制のバーみたいなものね。俺未成年ですから。気にしないでちょうだい。ランチもやってるのよ。ああ、場所は裏通りだから、暇な時、困った時、どんな時でもうちに来なさい。話ならいくらでも聞いてあげるわ。あんなことやそんなことまで。例えば気になるメイドさんの話でも、好きなアニメの話でも、漫画の話でもいいわ。あとは妄想の新色。え期待通りの反応ね。それじゃあピンクマントの話はどうかしら。知っているのか。知ってるも何も、そこにピンク色の名刺が落ちているじゃない。これは妄想請負人かの。それがピンクマントの男の正体。セーブしますか。チャプター5、守りたい世界。まだ続くんだな、体験版なのに。繋がりません。この電話はお客様のご都合によりおつなぎできません。水木、どうして。あら、ずいぶん早起きね。だけど鍵をかけ忘れるなんて不用心よ。ニートには失うものがないっち。なんだ、さっきか。何よその不満そうな顔。おはようございます、朝日さん。よう、リッピョンにヤマトまで。お元気ですか。うん、まあな。何一丁前に落ち込んでるっち。まあ落ち込みたくなる気持ちもわかるわ。だけどね、いつまでも落ち込んでたら一生ニートのままよ。はあ、こういう時はね、体を動かすのが一番。いや、だから俺は。そうそう、私たちね、とっておきの情報を仕入れたの。ピンクマントの正体を掴んだのよ。なんとその正体は妄想請負人カノンだろ。あれ、知ってたの。ああ、まあな。リュウたち名刺を拾ったんです。こんな趣味の悪い名刺、奴以外考えられないだろう。まあ知ってるなら話は早いわ。さっさと準備しなさい。30秒だけ時間もあげる。そこは普通40秒だろう。え、なんでもねえ。それじゃあ朝日、外で待ってるから。なんなんだよあいつ。さきさん、朝日さんを心配していました。昨日もずっと待っていたみたいです。え、俺はさっさと帰りたかったんだけどな。どうしても朝日さんを待つって。だけど連絡がなかったから。それでこんな昼間から付き合わされる羽目になったんだよ。そうだったんだ。だからね、行きましょう朝日さん。行くってどこに。妄想請負人探しだよ。会えるかもしれないぜ。お前の友達が自警団ならカノンを追っているはずだ。だけど先を越されてもいいのか。ちょっとヤマトさん。いいんだよリッピョン、ヤマトなりに気を使ってくれてるんだろ。ふん、そういうんじゃねえか。リッピョンもごめんな、なんだか心配かけちゃってたな。いえいえ、とんでもないです。さっきのやつも
これ以上待たせるわけにはいかないな。朝日さん、そんじゃま、いっか。家にいたって何も始まらないもんな。さっさと準備しろよ。40秒だからな。お待ちしてますね。はあ、流されちまった。だけどみんなありがとな。おお、それじゃ早速調査開始よ。妄想請負人の足跡を探しましょう。でも妄想請負人って一体何なのでしょうか。誰かの妄想を請負うってことか。カノンのせいで妄想が増え続け、そして秋葉原は繰り返し続けているのなら、カノンを止めることさえできれば明日を迎えることができるってことよ。だけどカノンはどこにいるんだ。噂だって都市伝説レベルなんだろう。だからって立ち止まっていられないわ。仕方ない、足で稼ぎましょう。はあ、もっと効率的な探し方だってあんだろう。自分の足で探して自分の目で確かめるのが一番よ。あのリュウちゃん、どうしたの。新しい妄想の新色がないか秋葉原を探してみるのはどうでしょうか。カノンじゃなくて妄想の新色を。もし本当にカノンさんが妄想を請け負っているのなら、この秋葉原のどこかに新しい妄想の侵食が起きているんじゃないかなって。確かに妄想の侵食はカノンと違って移動したりしないわね。それに侵食する妄想を追い続ければカノンにたどり着ける可能性は高くなるわね。妄想を追い続ければ、きっとあいつに。朝日、つか結局足で稼ぐ。文句言わないの。さあ、秋葉原中を探してみましょう。だったら、手分けして探すか。え、さきさん。まあ、その方が効率的ね。装備が。それじゃあ行きましょう。整えるのめんどくせえ。わあ。もうちょっと装備整えたいんで、一旦切ります。はい、一応朝日のだけ装備整えました。イベントはここで発生。この子は、うん、どうしたんだ。いいのよ、このままでいいのよ。おーい、友達なんていらない。なあ、大丈夫か。なんか顔色悪いけど。なんなのあんた。え？いや、俺はただ。近寄らないで、汚らわしい、けだもの。それに、話しかける許可を出した覚えはないわ。私と話したいのなら、許可を取りなさい。そして、今すぐ私から離れなさい。半径1メートル以内に近づくことを禁ずるわ。意外と近いな。うるさいわね。だから、話しかける許可は出してないわ。じゃあ、話しかけてもいいか。ダメよ。どっちだよ。半径5メートル以内、息をすることも禁ずるわ。瞬きも禁止よ。その瞳に私を映すことを禁ずるわ。いい？わかった。わかったのなら私の瞳を見て誓いなさい。だから俺は。はあ？私の存在を記憶することも禁ずるわ。忘れるんじゃないわよ。だからどっちなんだよって言っちゃった。俺何も悪いことしてないのに。あ、元気ならそれでいっか。あれ、リッピョンだ。あ、朝日さん、どうした。さきさんがそろそろ集まりましょうって。え、なんか早くないか。どうしたんだろう。
駅前広場、意外と近いな。まあファストトラベルで。気が変わったのよ。やっぱりみんなで探しましょう。はあ、ああヤマト、どういうことだ。夜じゃん。どこがだよ。ま、いいじゃねえか。いや、よくねえよ。なんでメイド喫茶の支払い全部俺なんだよ。だって年長者だし。つか、ゲーセンもだよ。お前ら本当は小銭持ってるんだろ。かわいいぬいぐるみいっぱい取れましたよ。どさくさに紛れて何度も10番くじやらせたのは誰だ。あんだけダブってりゃ少しくらいもらったっていいだろ。はあ、俺の今月の生活費が。それにさ、どこにも妄想の侵食はなかったじゃんか。まあたまにはいいじゃない。リュウ、とっても楽しかったです。まあまあだね。てかお前らさ、俺を慰めたいなら自分で金払えって。今日だけの特別サービスよ。それじゃ次はどこへ行こうかしら。だから話聞けって。もう夜遅いですし、閉まっちゃったお店も多いですよね。もういいや、確かに人も減ったな。まあ秋葉の夜は早いからな。居酒屋とか飲み屋系はまだまだ空いてる時間だけどさ。朝日さん、お酒は二十歳からですよ。お前らのせいで飲みに行く金は残ってません。やっぱり秋葉原って飲み屋さんも個性的なのよね。うん、最近は普通の居酒屋も増えたけど、変わった飲み屋も結構あるかな。吸血鬼バーとか忍者居酒屋とか、それこそ男の子バーとかさ。おい立花、まさか男の子バーの常連じゃないよな。趣味じゃねえって。男の子バー、なんだ知らないのか。男の子っていうのはで、あ、どうしたんですか。やっぱりそういう趣味か。だから違うって。行きたかった場所を思い出したんだ。あら、朝日のおごりかしら。ありがとうございます。まさか男の子バーじゃないよな。多分違うと思う。多分だけど。多分ですか。いやまあ行けばわかると思う。確か裏通りだったような。裏通りって一体どこへ連れて行くつもりよ。まさか私たちを呼ばせて。ああ、もういいから黙ってついてきてくれ。で店の名前は。裏通りにあるバー、スミレのエデンだ。おお、次のイベントで体験版終了となります。なんだ、装備整える意味なかったじゃん。裏通り、セーブはちゃんとこまめにしておきましょう。ん？どこだ？あ、妄想球がある。妄想球に入られるのなら。違うな。準備を忘れなくです。ちょっと待ってね、目的地が分かんない。あ、移動ポイントってあるの。なんかこれか。
ばんは。あら、いらっしゃい。そろそろ来る頃だと思っていたわ。どうもみんなで来てくれたのね。嬉しいわ。ちょっと朝日、どういうこと？いや、実は昨日道でばったり知り合って。それでさ。男の子って年じゃねえぞ。あら、失礼な坊やな。これでも永遠の14歳なのよ。です。とってもキュートでピンクなお嬢ちゃんね。ありがとうございます。もう一人のおピンクちゃんは隠れちゃうなんて恥ずかしいのかしら。ピンクのことか。ほら、出てきていいのよ。どうせこの時間はあんたたちで貸し切り状態だから。どうしてオイラのことがわかるっち。近くで見るとよりキュートね。食べちゃいたいわ。どうしてピン君も。もうそんなに警戒しないで。私はあんたたちの敵じゃないわ。ま、信じるか信じないかは任せるけどね。アサキちゃん、どうして俺の名前を。私好みの男の子だからよ。ヤマトちゃんもどう育つか将来が楽しみね。俺のことまで。どういうことか説明してもらえませんか。もうさきはせっかちさんなのね。リユ、何か言ってあげて。リユたちのことまで。このバーにはね、いろいろな情報が集まってくるのよ。だから私は情報屋ってところかしら。情報屋だからって、それとピン君のことは関係ないです。あなたは妄想を認識できるんですか。あなたじゃなくて、あけみ。あけみエクスタシアよ。ハーフなんでしょうか。男と女のな。聞こえなかったことにしてあげるわ。で、そろそろ緊張を解いてくれないかしら。私も困ってるのよ。ここ最近の繰り返し続ける毎日にね。それじゃあやっぱり妄想は。毎日同じ売り上げじゃ商売にならないわ。だからあんたたちには期待しているのよ。調べさせてもらったわ。あんたたち妄想を壊して回っているのよね。どうしてそれは。私はね、秋葉の情報屋なの。当然チェックもしたくなるわ。だってお客さんたちが噂してたのよ。可愛い女の子が秋葉を奔走してるって。可愛いだなんてそんな。おーい。可愛いは正義よ。だけどさき、あんたはずいぶん妄想に詳しいみたいじゃない。え、それはさきは特別な存在なんだっち。特別。まあ、この店は5年とちょっとだけどね。それでもいろいろな話を知っているの。レアなフィギュアの入荷情報だったり、どのお店のどのメイドに彼氏がいるとか、掘り出し物のパソコンパーツの取り扱い店や違法ロムを製造している業者なんかも。それとピンクマントの妄想請負い人の話まで。カノンのこと知ってるんですか。やっぱりそれが知りたかったのね。いいわ、教えてあげる。根も葉もない噂話よ。あくまでも都市伝説の延長線でしかないわ。友達のお兄さんが見たとか、いとこのクラスメートが出会ったとか。だけど出会うことができれば素敵な妄想の世界へと案内してくる。そんな夢のような存在。うさんくさい話だ。確かにうさんくさいといえばうさんくさい話よね。それじゃあカノンさんは実在しないってことでしょうか。私は怪しいと思うわ。ここ最近妄想の侵食が増えているのは事実。そして妄想の侵食に比例してピンクマントのカノンちゃんの噂が広がり始めた。やっぱり妄想の侵食はカノンが関係している。本当に存在していたらの話だけどね。さあ今日はもう遅いわ。
ここから先は大人の時間。子供は帰って寝なさい。聞きたいことがあったらいつでも遊びに来てちょうだい。歓迎するわ。ああ、どうも。それじゃ、またね。って、まだお代をもらってなかったわ。ああ、金ならこいつが。おい、ヤマト。冗談よ。お代の代わりに一つ教えてもらえるかしら、ピンク。あんたは何者だ。ち、そうやそうよな。ピン君は私の大切な友達です。由緒正しき使いマッチ。どこで出会ったのかしら。初めて迷い込んだ妄想宮です。もう1年も前、地元にいた時の話ですけど。なるほど。ピン君がどうかしたんですか。ただの好奇心よ。教えてくれてありがとう。それじゃ、今日はここまでにしましょう。明日も頑張らないといいね。カノンちゃんの情報が入ったら真っ先に教えるわ。あんたたちのこと応援してるわよ。お、アギワズビートの体験版ここまでとなります。はい、というわけでちょっと長かったですけど、アギワズビートの体験版実況動画でした。ではでは。